こんにちは、ポアンパンスタジオ代表のとしろです。今日はですね、第10回目、30回目標なので3分の1、来ましたね。まだ逆に3分の2ありますけども、ちょっと頑張っていきたいと思います。今日はですね、リズムの取り方というのをちょっとやっていきたいと思います。ウクレレやるときも当然、リズムを皆さん取ると思うんですけども、やっぱりなかなかスピードが速くなってきたりとか、難しいものですね。中にはやっぱりそのこうやって弾いてくださいって指定がある曲とかもやっぱあるもんですから、そういったものが来た時にちょっとリズム取りやすにくいなとか、あと、メトロノームに合わせて、弾いてもらったりするとちょっとリズムがずれるなっていう方、いらっしゃるかもしれないです。今日は、悪いリズムの取り方と、逆に良いリズムの取り方、そういったものを比較してですね、皆さんの、リズムの取り方チェックみたいなのをちょっとさせてもらおうかなと思います。はい。で、まず、メトロノームとかですね、あるといいんですけども、メトロノームない場合は、今こういうアプリとかでですね、いろいろあるもんですから、僕がね、使ってるアプリですね、例えば、60鳴らした時ですね、おそらく、リズム取るとき皆さんですね、縦で取ると思いますね。はい。別にそういうのが悪いわけじゃないんですけども、でこういうリズム取ってるときに気をつけてもらいたいのが、リズムを取るっていうこと をあまりに依存しすぎると、皆さんが、自分が取ってるリズムで逆にリズムが狂うことっていうのがあります。はい。例えばですね、ある一つの例をやりましょうか。例えば、足踏みをしてもらうとしますこうですね足踏みをします。はい。例えばこれに合わせて手拍子します。もしよければ手拍子してもらうといいです。手拍子してもらいます。で、例えばここで、体も一緒に入れてください。で、今から僕ちょっとリズムの手のリズムの取り方変えるので、それと同じように変えてもらいたいんですけど、どうですか。今僕最初こうは取ってましたね。こっから3、はい、これ今、もしやってもらっててですね、やってもらっても、俺できるよっていう人と、できないっていう人が結構分かれると思います。はい。で、できる人からすると、できるから問題、なんかそんな難しいのって思う方もいらっしゃるかもしれないですし、もう全あれなんか全然できないやっていう人がいるかもしれないです。で、これでもしできる方は、正直今回あともうザーッと、流して見ていただければそれでおしまいになるかもしれないです。でも今ずれてしまった人ですね、ずれてしまった人がじゃあなんでずれたのかっていう話が今日の、ポイントの問題ですね。はい。リズムの取り方の問題です。はい。で、今わざと、強く、要するに最初足で取ってもらいましたよね。足で取ってもらってこれに手つけてもらいました。これ正直これは当たり前ですけど難しくないんです。で、これにさらに体もつけてもらいました。こうすると体は強い音とかアクセントにつられるっていう傾向があるので、手がこう体ごと動いた時に手が手拍子したくなっちゃうんですね。で、中にはやっぱりもう連動しちゃってる人がいるので、連動しちゃってる人はここ待てないかったり、裏で取るのが全然わからなくなったりします。はい。で、これは人によって、若干、つられやすい人、つられにくい人っていうのがいるもんですから、今回今やらせてもらって全然ずれなかった人は、ちょっととりあえず一安心ですけど、あれちょっと若干怪しいなとか、パッと映れなかったなっていう人も含めて、全然ダメだったわみたいな人も、
含めて、ちょっと気をつけてもらった方がいいです。何に気をつけるかっていうと、自分がの体に依存、リズムが依存しちゃってるので、例えば、まあ、仮にウクレレ弾きますよね。よく足踏みする人を見ます。でさっきの感覚でいくと、こう体が動くとそれに合わせてこっちが動いちゃってるので、例えば難しいリズムですね、どういうリズムかな、リズム変わって、最初は1234でやったのが、途中から1234、1ワンカウントにつき3回鳴らすようになってます。1234で、こういうリズムって結構出てきます。はい、もちろん まだそんなのやってないって方もいらっしゃいますし、あんまり身に覚えがない人もいらっしゃるかもしれないんですけども、例えば、仮にですね、こういうリズムやった時にどうしても体で取ってると、このリズム取れない、取れにくいんですね。体に依存するとどうしてもその自分が足踏みした時とかにこっちも反応してしまうと結構邪魔になってしまうもんですから、リズム取る時にですね、体に依存されないように、気をつけてもらうといいです。で、練習としてはさっきやったみたいな、大きく、リズム取ってもらって、それにつられないような練習でもいいと思います。例えば、メトロノーム使ってもらって、足踏みでもいいです。こういうのですね、さっきやったこう強くリズム取ってこっち側がつられないとか、でもいいです。はい、だからそれどんどん難しくなってくると、いくらでも多分、難易度は上げることができると思うんですけども、そうやって足踏みしたりとかしながら別のリズムを叩く、最初は足なんですけど1、2、3、ここから始めるといいですかね。足踏みして、慣れてきたら、はい、こんな感じの練習を例えばしてもらうと、少し体が依存しにくくなるので、ウクレレとかやっててもウクレレ使うだけが練習じゃないもんですから、こうやって体使って体が、先ほど話したみたいに今日のテーマは、リズムの取り方なんですけど、自分の体に依存されない、依存しないようにですね、ってことをちょっと考えながらリズム練習をしてもらうといいですし、こういった練習は楽器持ってなくてもできるので、例えばその何かの合間とかですね、あとは例えば会社の休憩時間、誰も見てなければですけど、そういった時にできるかもしれないので、時間を有効的に使うことができます。そういうことも考えながら、日々ですね、時間を有効に使いながら、練習してもらうといいかなと思います。今日はこれで終わります。ありがとうございます。